ビジョンは武器と挑戦ですね。やっぱり今の子供たちってすごくなんかこう他人と比べてるなというふうに思っていて、やっぱり SNS とかが出てきてからだと思うんですよね。特に昔ってつながれたとしても本当に近所の友達とかだったじゃないですか。なので比べる対象も少なかったし、比べられる人っていうのも限界があったと思うんですよ。でも今ひとたびパソコンとかね、スマホ開けばいろんなね、サッカー選手のうまいプレーが見れたりとか、いろんな人がサッカーのテクニック出してたりとか、いろんな人がこう華やかな暮らしを見せていたりとかして、なんか自分の自己肯定感っていうのがすごく低くなってきてるなっていうふうに思っていて、僕たち子供たちだけじゃなくて僕たち人間、大人たちもそうだと思うんですけど、他人と比べて自分は劣っているとか、他人と比べて自分はなんか幸せじゃないなとか、なんかそういう人が増えてるなっていうふうに思っているんですけど、やっぱり僕がすごく大事だと思うのが、まあエネルギーの矢印ってよく言うんですけど、このエネルギーをこう自分の外側ですよね、他人とかに向けていくのはなんか違うのかなっていうふうに思っていて、結構こう不幸になりやすいというか、他人からの目線を考えて自分が生きていると、なんかすごいそういう生き方はもったいないのかなっていうふうに個人的にはなんか思うんですよね。なのでエネルギーの矢印を常に自分自身に向ける。例えばサッカーで言ったら、あいつに負けたくないとか、もちろんそういう気持ちも大切なんですけど、なんで俺は試合出れないのにあいつが出てんだとか、監督がコーチが悪いんだとか、環境が悪いからとか、なんかそれ外側に矢印を向けるんじゃなくて、常に自分自身ですよね。あ、もっと俺は上手くなればいいんだとか、俺が上手くなれば試合に出れるんだとか、自分のスキルを磨くんだとか、あ、これは自分にね、課されたなんかこう試練なんだとか、とにかくこう外側にエネルギーを向けるんじゃなくて、常に自分自身にエネルギーの矢印を向けていく。これがすごくなんか大事かなっていうふうに、なんか僕すごく思うんですよね。はい。もう自分の人生をとにかく生きてほしいですね。もう他人の人生を生きてる子がすごく多くて、あの人が羨ましい、こうなりたいとかね、他人の夢を追うんじゃなくて、もう自分自身の夢を追ってほしいですね。それがもうサッカー選手じゃなくても、まあ正直いいと思っていて、ただ僕はサッカーにね、ずっと人生かけてきたので、サッカーを伝えていくんですけど、もうとにかく自分の夢を追ってほしいですね。他人の夢じゃなくて。で、その結果やっぱりそういうことをしていくと、こう自分だけの、なんかこう物語みたいなのができていくのかなというふうに思っていて、こう人生振り返った時に、あ、自分の人生生きたなって、自分のやりたいことやったなって、自分の夢をね、最後まで諦めず追ってここまで来たなっていう、こう自信を持つことができるので、こう人生振り返った時に、だからやっぱり他人に振り回されてほしくないというか、もう自分の人生、自分の物語を、作っていってほしいなというふうに思いますね。はい。あ、もうサッカーの教育プラットフォーム作りたいですね。もうそれだけですね。もう住んでるところとか住んでる環境とかもうほんと関係なくて、もう北海道のなんか僻地に住んでいようが、なんかどっかのね、本州の山奥に住んでいようが、なんか本当に全然商業施設もない島に住んでいようが、どんなところに住んでいる子供でも、まあ、やっぱり夢を持ってほしいし、サッカー選手になりたいって思うような子供が増えたらいいなっていうふうに思っているので、どこに住んでいてもしっかりサッカーのことが学べる、教育プラットフォームですよね。これだけ学んでおけばサッカー上手くなれるよっていう、これだけ学んでおけば、サッカーでも社会でも、武器になるよって、そういうことをこう伝えていくような一つのプラットフォームを作りたいという思いが、ずっとありますね。はい。もうオンラインのフットボールアカデミーですね。もう本当にどこに住んでいようが、サッカー選手を目指せる、そのような環境というものを構築していきたいと思っていますね。このやっぱりビジョンに共感してくれた、親御様であったり、子供であったり、講師の方であったり、サッカーのメンターであったり、コーチであったり、まあ、そういうビジョンに、このビジョンに HF アカデミーのビジョンに、
共感してくれる仲間たちと、もう本当にねワクワクする未来っていうのを一緒に、作り上げていきたいなというふうに思っています。はい。